日本近畿地方大阪府大阪市北区、茶屋町茶屋町は、大阪府大阪市北区の町名。阪急大阪梅田駅の東側のエリア。大阪、北随一の若者の町である。大阪市北区、阪急大阪梅田駅ホームの高架と新緑筋に、挟まれた北梅田一帯にあたる。若者向けの飲食、アミューズメント、雑貨、ファッションなどの店舗が多く立ち並ぶ。 生活雑貨専門店の梅田ロフトやミュージカル劇場の梅田芸術劇場、毎日放送の本社ビル、また阪急電鉄が開発した商業施設であるニュー茶屋町、ニュー茶屋町プラスなどが位置している。茶屋町を含む一帯は周辺に阪急の各種施設が多数集積していることから俗に阪急村と呼ばれることがある。多くのビルが総合設計制度を採用して、 公開空地を設けており、それが美しい景観を作り出している。元は西成郡北の村の一部、また北隣の道群下三番村で亀岡池田方面から野瀬街道が中国街道へ合流するため往来の多い区間であった。2008年末から翌年初頭にかけて発掘調査が行われ、その結果一世紀頃はこの辺りは、 大阪湾の干潟があり、淀川や大和川からの土砂が運ばれ、自然堤防が形成され、5世紀中頃にはこの辺りで人が活動をしていたことが分かっている。江戸時代までは大阪市街地から離れた旧中津川沿岸に近い野原であり、茶屋町の形成が始まったのは18世紀後半からとされる。1874年に鉄道が開業し、 梅田停車場が設置されたことにより、周辺の開発が本格化する。北の旧会と呼ばれた両運閣1875年には、西成郡第3区第8番小学校が開校している。1877年頃に、西天馬にあった、綱敷天神社小旅所が土地の寄進を受けて当地に遷座した。1889年には、 現在の梅田東コミュニティ会館付近に高さ39メートル、9階建ての両雲閣が建設された。1、2階は五角形、3階より上は八角大森り台形で、一番上は丸屋根のついた展望台となっていた楼角で、北の9階と呼ばれた。南の5階と呼ばれた長望閣とともに大阪のシンボルタワーとなったが、昭和初期に取り壊されている。 1897年に北野村は大阪市へ編入され、大阪市北区大和北野となり、1900年に大和北野は18町に分割され、その一つの町名として北野茶屋町が誕生した。1924年より北野の干渉が外れて茶屋町となり、一部が鶴野町、柴田町、小武家町に分離、北野西の町。 本庄西言原町の各一部を編入。1907。このように、現在の町域は、旧西成郡本庄村や同郡南浜村といった北の村以外の一部地域を含んでおり、後日の再開発地域の大半もこれらの地域に該当する。昭和時代末期には、都心部のドーナツ化現象が進み、住居人口が減少して、修学人口も減少。 梅田東小学校は1989年3月に廃校し、新設された大阪北小学校へ統合される。跡地の校舎施設はそのまま大阪市梅田東学習ルームとなったが、2011年3月31日をもって閉館となった。1990年頃から茶屋町の再開発が始まり、まず毎日放送が水田市の千里給料から移転し、 梅田ロフトが開業したことを発端とする。1992年には、茶屋、町、アプローズが、完成。2005年10月20日には、ニュー茶屋町が、2006年3月31日には、アーバンテラス茶屋町が、2010年4月23日には、チャスカ茶屋町が、2011年4月29日には、ニュー茶屋町プラスが、それぞれオープンしている。 2018年6月18日に大阪府北部地震が発生し、震度6弱を観測した。町名は大阪と甘崎、西宮を結ぶ中国街道沿いに、鶴の茶屋、車の茶屋、萩の茶屋と呼ばれた茶屋があったことに由来する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。中国街道入茶山町プラス前にある鶴の茶屋跡の石踏み。 ありがとうございます。